マジで？マジで言ってます？もうちょっと育ってからの方がいいって、ポケモンのためにも。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ行きますか、ついに。あ、なになに、アイナ、お、グリーンと戦ってきたね。最後の最後、戦う相手が違ったっていうね。追いついた。俺もグリーンバッジ手に入れた。あ、そっか、グリーンバッジか、トキワシティって。え、じゃあもうグリーンとかうってつけやん。名前からして。これでポケモンリーグに行ける。四天王はものすごく強いって聞いた。でも行くしかないよな。アイナはどのくらいの格好なんだ？揃ったポケモンで見せてくれ。やめてよ、こんなところで無駄に体力を消費させないでよ。いや、まあ回復できるんやろうけど。さあ誰？ピジョット。さあここはあれだね、ピカチュウで行きたい感じだね。4匹持っとんか。え、4匹で挑むつもりじゃないよね。え、そんなわけじゃないよね。さあピカチュウ出ておいで。よし来い。またあれから結構レベル上げたけんね。やっぱ四天王に挑むということで。雷、こっちのターンじゃないんすか。あー、当たらない、なんてこと。やめてよ。全然当たらないんだけど、なんで。つら。しかもさらに命中率を下げられるし。行って、頑張って。雷だよ、雷。まあね、実際リアルでは雷が当たる確率なんてすごく低いだろうけれど、技なんだから。入ったー。やったね。はい、次は。ラフレシア。よし、リザードンに変えます。ピカチュウ結構体力削られたな。ね、思ったより削られたね。じわ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 と。さあ行くぞ。ラフレシア可愛いね。いいよね、なんかここは大文字で。いけ、強力。いいねいいね、余裕やん。ここで私に負けよったらちょっと君ダメなんじゃないのかな。私四天王じゃないからな。ライチュー、ライチューってことは、ちょ、とりあえず同士ゴローンでいきます。いきましょう。リザードンって炎飛行かな、飛び寄るけん。ということなので、ちょ、ゴローンで岩雪崩。でも雷タイプに岩タイプってそんな効くっけね。効果もつくんじゃないよね。一応一発やったけど、多分レベルの差やろ。お、ガラガラってことはカメックスでいきましょう。やったね、なんかそれぞれに対応できるポケモンがおるっていいね。いや、雷タイプに対抗できるポケモンはおらんかったんかな。今地面タイプがおればいいんやけど。雷って地面とあと何がダメやったんやったっけな。曖昧で曖昧で。バブル光線。ガラガラってなんか意外とでかいよね。耐えたよ、シゲルのために耐えたよ。えらい、このガラガラ。いや、張り切ってるかもしれないけど、知れないけど、私のこの一発で、あー、ちょっと待って、マジで。待って、マジで。私もうこれでとどめを刺すつもりだったんですけど、やめてよ。それならバブル光線を選ぶべきだったわ。なんてことしてくれるんだい。バブル光線で行くわ、もう。おー、2回連続攻撃できるやん、やったね。はい、これで仕留めた。イエーイ。こっちは一匹も倒れてないぞ。ここまで育っても勝てないのか。多分四天王には絶対勝てないから来ない方がいいと思うよ。
俺はアイナのこと引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。でもトレーナーの才能はアイナの方がずっとあると思う。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。どうしてもまだ負けを認めたくないんだ。いや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 、認めろ。バカみたいだけど、ここは先に行かせてくれ。マジで？マジで言ってます？もうちょっと育ってからの方がいいって、ポケモンのためにも。イーブイはシゲルのポケモンとまた会えてはしゃいでる。やっぱポケモン同士も仲いいとかそういうのあるんかな。久しぶりみたいな。久しぶりなのにちょっとごめんね、ご主人様のせいでちょっと戦わないといけないんだっていうね。ポケモントレーナーの頂点、ポケモンリーグ正面ゲート。はあ、ついに乗り込むよ。よし。ふぅ。挑むんだね、これから。違う、君じゃないんだよ。ゆっくりうなずかなくていいから。ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。おお、それは確かにグレーバッジ。いや、てか、今のね、シゲルが通れたんなら私も通れるから。どうぞ通ってください。はい、行きまーす。グレーバッジ？グレーバッジってあれじゃない？ニビシティのやつじゃない？え、それだけでインカ君。あ、なるほど、なるほど。一個一個こうやって一人一人確認していくってこと？あ、そういうことね。ってことは、8人おるってことか、警備員さんが。結構道のり長いんですね。あ、これラストやんね。ここはチャンピオンロードゲート。ん？ゲート。ポケモンリーグ。ここから先はグリーンバッジを持った者だけが進める。むむ、それはグリーンバッジ。わかった、この先へ進みなさい。ポケモンリーグが君を待っている。やったー、お呼ばれしてくるわ、私。チャンピオンロード。あ、なるほど、チャンピオンロードってこんな感じなんやね。ここなんか乗っとったんやないん。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんかいろんな仕掛けが。え、めっちゃいろんな仕掛けがあるんやけど、これどっかに落とすやつ？押し出し。さっき向こう側にあったやつもそうなんかな？押し出すやつ。え、これ以上奥に押せないだって？どういうことやねん。動かせんやないかい。こっち側は、あ、なんかスイッチがある。これの上にってことか。押したよ。あれ、コーチトレーナーじゃない？あ、そういうこと。それは押し出すやつじゃないんやね。なるほど、なるほど。壁がなくなって通れるように。これも押せる岩かと思ったわ。なんか出てきた、なんか出てきた。やっぱここもポケモン出るんやね。そしてここにもトレーナーがいっぱいいるんだな。やめてほしいわ。コーチトレーナーはもう戦えます、全然。我、戦いを求める者。お主、戦いを求めるか。求めます。いざ、尋常に、勝負。めっちゃ洋風な感じの服着とんやけどな。コーチトレーナーのたのたの。え、なにその可愛い名前。パンダみたいやね。ちょっと繰り返しとる感じが。メタモンを送り出した。メタモン。メタモンって何タイプ？ノーマル？フェアリー？とりあえず化けられるんやろうな。大文字で行こう。あ、ほらほらほら、化けると思ったよ。でも一回化けたらもうそこから化けれんやろ？ということなので、カメックスになります。これはちゃんと相手のタイプになっとるよね。タイプまでちゃんと変わるよね。多分。その辺があんまり理解できていないけれど。へへ。へへ。いけ、バブル光線。このタイプの技なんか出したって無駄だ。いけ。効果抜群やのにあんだけなんか。レベルの差がそんなにないってことか。いや、結構あるよ。マジで？あんなもんなん？なぜ？生粋の炎タイプではないからってこと？そういうのがあるんかどうかわからんけど。し、今とりあえず表面的に炎タイプになってるだけだから、みたいな。ま、でもあと一発でやっつけれるやろ。いけい。バブル光線。はい、オッケー。一匹だけやったよね。オッケー、オッケー。圧倒的でしょう。
でしょう。愉快であった。感謝の心を受け取れ。お、イーブイの姉、飴を10個手に入れた。イーブイの姉って言った。また機会があれば再生したいものだ。ああ、全然、もういくらでも再生しますよ。これは一体どこへ押し出す？とりあえず、え？邪魔？邪魔。でもそっちにやったらあっちが取れんのやけど、お、技マシン56、ステルスロック。また別の階に行って、別の階あるんかな、これ。別のところに行って、戻ってきたら、できるっていう感じ？ふふ、私自信あるわよ。あなたの手に負えるかな？どうかしら、それは。戦ってみないとわからないけれど。エリートトレーナーのカナコが勝負を仕掛けてきた。なんかここエリートトレーナーしかおらんくない？ガルーラ。ガルーラは格闘タイプ？格闘タイプ、あ、ってことは、でもこれ、あれか。あ、翼で撃つでいけるか。いけーい。あ、格闘じゃないってこと？何タイプなの？地面？とかそういう感じ？え、わかんない。じゃ、とりあえず、カメックスで、いきますか。いきますか。相手のタイプ、タイプとかが、パッと見てなんかマークとかあればいいんやけどな。そんなにしたら余裕になりすぎるか。めっちゃ怒ってる。やめてよ。カメックスも体力が。いけ、バブル光線。地面ならこれでいけるはず。どう？うん、地面ではなかった。うん、でもさっきのよりはちゃんと効いとる感じするね。あ、混乱してるよ。大丈夫？疲れ果てて混乱。いけ、これで仕留める。オッケー。結局何タイプか分からんかったけど、でも格闘タイプやったら飛行タイプが効くはずやけん、違ったってことよね、それは。はい、次は不思議花入れ替えますよ。当然リザードンでいきます。再びよし、来い。さあ、これで不思議花を燃やしてしまえばよろしいわけだね。大文字。大文字ね、5回しか使えんけんね。強力なのはいいんやけど、まあ、その分強力ってことよね。一発。リザードンに比べたら不思議バナってだいぶ小さいんかな、もしかして。負けたわ。おー、ハイパーボール5個助かる。年下で負けるんだけは嫌だったのに。それはしょうがないよ。年と実力は関係ないからね。ここなんか落ちとる？気のせいか。はっ。ほっ。あ、そこから上に上がれる。ハイパーボール3個ゲットー。やったねー。はい、上がります。ん？どうした？ EV。なになに？ EV はただならぬ雰囲気を感じて落ち着けついてる。ただならぬ雰囲気？どうしたの？え？なんかおるんやけど。あれ、あれって、渡るじゃない？四天王の一人やろ、あれ。とりあえず、ちょっとこれを、スイッチの上に置きますよ。え、だって、あれ、あれやんね。海竜とか使う人やろ？あ、通れずに困っとったって。なんなの？四天王なのに、秘術も覚えてないの？あ、もしかして全然渡るじゃないかもしれん。ただのドラゴン使いかな。あ、ドラゴン使いな気がするわ。よし。あ、これ以上押せないじゃないの。ちょ、待って、邪魔。あー、もうズバッと超邪魔なんだけど。ああ焦るー。あ、やっぱり、ただのドラゴン使いですか。ここに来たからには、四天王に挑むつもりだな。まあ、そりゃあね。そりゃあね。でも、そう考えたらあれやな。ジャグラーやし、これ。全然ドラゴン使いじゃない。スリーパー？スリーパーってことは何が効くんだ？エスパータイプって何が効くんやっけ？とりあえず火炎放射とかしておこうかな。エスパーはゴーストが効くのね。
確かゴーストが効くんやけど、あと一発でいけるわこれ。でもゴーストタイプを持ってないから今手元に。火炎放射、はい、オッケー。あと一匹は、お、ゴローンがレベル65、いいね。ヤドラン、ヤドランってことはピカチュウで行こう。よし、来い。ちょっと今体力があれないけどね、そこはしょうがないとして、さあ来い。はい、来たよ。雷、さあその頭上に雷を落とすんだ。一発やったねやったね、よかった。ちょっと体力回復せんといかんかなって思ったけど、よきよき、できる。そりゃここまで来たから。モンスターボールとかしょぼいそうだ、シゲルもここを抜けてたぜ。おー、マジで名前まで名乗ったのね。あれ、あっち側はこっちから降りていくんかな。ん、あっち側にはどうやって行くんやろ。ふい、びっくり、やめてやめて。あ、こっちから降りれた、降りれた。あ、ここに持ってこんといかんっぽいけど、技マシーン45、ソーラービーム、いいね。ソーラービーム強力のやつ。え、どこにあるの、こっち側。なんか結構遠いとこから持ってこんといかん感じかな。めっちゃ使える。とりあえずここのアイテム取って、あ、回復の薬やったね、そのものズバリ。どこ、え、押せるやつなくない。ないね。ってことは別の階に行かんといかんのかな。どうだ、チャンピオンロードはきついか。いや別に、あ、ここチャンピオンロードあ、そういうことか。ジャグラーのコリンが勝負を仕掛けてきた。2匹、かわいいバリヤード、そしてリザードンで挑んでいく。竜の怒りはどんな感じ。あ、効果ないんや、マジで。エスパーにドラゴン効かんの。へえ、そうなんや、初めて知った。じゃあ火炎放射でいこっかな。あ、飛行タイプはどう、効かん。あ、めっちゃ効くやん、イエーイ全然効果抜群とかじゃないけど、なんかいい感じやん。翼で撃ってみよう。いけい。ああ、全然やね、これは。あんま勢いなかった、体力減るのに。はい、次は？プーディン。とりあえずこのまんま行こっか。このまんま行きます。じゃあ、エスパーに強いのが何かが、何かがっていうか、ゴーストがおらんけんさ。このまんま。火炎放射で。チャンピオンロードってあれなんやね、結構なんかレベル低いんやね、もっと高いんかと思いました。今の私と同じかちょっと下ぐらいかなーって思ったけど、はるかにしてやね、レベルお、ミュウがレベル63、いいね。よし、合格だ。何、何様なのただのジャグラーでしょ。ここでへばって引き返すやつも多いぜ。でもこっち側やったらさ、わざわざこっちまで来ん人も多いんじゃない。アイナは技マシーン49、バカ力を見つけた。バカ力、カジバのバカ力というやつ。うえ、びっくりしためっちゃびっくりした。とりあえずこっちに上がって、なんかめっちゃ迷いそうやな。てかすでに迷ってない私、大丈夫？ここはどこだろうか。え、今まで来た場所ではない？来てないよね。アイテムいっぱい落ちてるし。どうも、そんなゆっくり歩いてこないでくれる？強い相手を求めるのはトレーナーの宿命よ。まあ、なるべく強い人と戦って、
経験値を稼いだ方がね。エリートトレーナーのさやか。おー、いいポケモン持っとるね。白竜か。ドラゴンタイプ。ドラゴンタイプには何が効くの？とりあえず、なんなんやろ、わからん。ピカチュウで行こう。あ、でもここあれか。氷？ドラゴン。ドラゴン氷？白竜って何タイプだ？ちょ、水なんかな？ドラゴン水？よし、行くぜ。ちょっとこれで、もしあっちが氷タイプやとしたら、リザードンがいいってことやろ。そのタイプ。あ、ほら、効果抜群じゃないやろ、これ。ほら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 、やっぱり。いやー、めっちゃ効きそうな気がする、ほら。耐えたよ。耐えてくれたけども。ちょ、とりあえず回復しよう。回復。すごい傷薬。はい、ピカチュウに。大丈夫かい、ピカチュウ。とりあえずこれって、あ、全開はしてないんやね。おー、いい感じ。いいね、いいね。どうしよう、二度蹴り。二度蹴りってどれぐらい効く？ふわ、ふわ、全然なんですけど。そうやって強力な技を出してくるのはやめてください。大して強力じゃないな。別に大して強力じゃないな。やっぱ氷タイプなんかな。何タイプなんやろ。ドラゴンだけ。じゃあとりあえずリザードンも回復したいんだ。リザードン回復してリザードン出そうかなって思ってんやけど。ドラゴンタイプ。体力が。はい、リザードン出ておいで。来い来い。ドラゴンタイプってあれか、氷？氷タイプですか？あ、でも氷やとしたら、このタイプやったら全然真逆な感じになるけど。ドラゴン、ドラゴンは分からん。翼で撃つ。あ、まあとりあえずやっつけれたけんいいや。効果抜群では全くなかったっぽいけど。お、エビワラ。いや、このまま行こう。飛行タイプの技あるし。エビワラはもう完璧に格闘タイプやもんね。ってことは飛行タイプが効くはず。いけい。もしかしてあれかな、ゴーストタイプと同じように自分と同じタイプのポケモンの技も効くんかな。ドラゴンはで、ゴーストってさ、自分ゴーストタイプでもなんか相手ゴーストタイプやったらめっちゃ効果抜群になるやんか。そんな感じな気がする。プクリン、かわいいやん。プクリンはフェアリー、ノーマル、フェアリー。多分なんか途中からフェアリータイプとかいうのが増えたやんか。なんかそれがよくわからんねよね。フェアリーには何効果ないんや。ドラゴンタイプはダメなんやね。なるほど。なんだ、毒？なんかそういうちょっと違うタイプの翼で撃つ。とりあえず困ったら翼で。あー、全然ダメだ。エスパータイプ。あー、体力。体力。でもこの辺でこんなに体力なくなりよったらあれよね、してんのやばいね。うわー、辛いよー。とりあえず回復していく。フェアリーはあれか、毒鋼かな。そういう可愛い系とは真逆な感じのってことはない。毒タイプの技持っとる子おったかな。ちょっと忘れたわ。火炎放射。よし。
よし。お、リザードンがレベル61。いいね。あ、強い。ありがとう。でも、傷薬めっちゃ使ったから。厳しい戦いを続けて、本当の強さが身につくわ。頑張っていきます。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。